ナルト金時は上品な甘さと繊維質の少ない滑らかな食感が特徴です。調味料を入れなくてももうスイーツとして食べてもらえるさつまいもを目指してます。簡単で美味しい食べ方で、さつまいもを短冊状に切ったものをバターと砂糖で炒めたものです。さつまいもの食感とあの甘さを楽しんでいただきます。やっぱり同じ作り方でやってもやっぱり気候状況とかによっていろんな形の芋ができたりとか、まあ、難しさでもあるんですけれども、美味しいとかって、まあ、ゴールはないと思うんですよね。やっぱり毎年毎年より美味しいもの、よりいいものを作ろうと、ここでいいって満足しちゃうとやっぱそれ以上のものはできないので、まあ、もっといいものが作れるんじゃないかっていうような気持ちで作ることが一番大事だと思います。